ライマン・ルイス・レムニッツァーはアメリカ陸軍の軍人。最終階級は大将。レムニッツァーは1899年8月29日にペンシルベニア州ホーンスデールで生まれた。彼は1920年にウェストポイント陸軍士官学校を卒業し、沿岸砲兵部隊を志願し配属された。レムニッツァーはフィリピンで軍部に就くが、 すぐに参謀部に配属されその軍歴が始まった。レムニッツァーは1942年6月に順将に昇進し、アイゼンハワー将軍のスタッフとして配属された。彼は北アフリカ及びシシリー島進行作戦を計画支援し、1944年11月には少々に昇進した。レムニッツァーは1943年のイタリア降伏。 および1945年のドイツ幸福調印のために派遣された幹部職員のうちの一人であった。彼はその後一部のナチス党員が戦争犯罪のための調査を逃れることを可能にしたとして訴えられた。第二次世界大戦後、レムニッツァーは統合参謀本部の戦略調査委員会に配属され、その後戦後に創設された。 国防大学の副学長に任命された。1950年には51歳でパラシュート降下訓練を受け、第11空挺師団の指揮官に任命された。彼は1951年11月に朝鮮半島での第7不評師団の師団長となり、1952年8月に中将に昇進した。レムニッツァーは大将に昇進し、極東における アメリカ陸軍第8軍の司令官に1955年3月に就任する。彼は1959年7月に陸軍参謀総長に指名され、さらに1960年9月には統合参謀本部議長に任命された。統合参謀本部議長としてレムニッツァーはベトナム戦争の初期に関与し、ピックスワン事件を切り抜けた。さらに彼は、 エドウィン・ウォーカー少将の活動に関して上院外交委員会での証言を要求された。レムニッツァーは1962年にノースウツーツ作戦の一部を承認した。レムニッツァーは1962年11月にアメリカ欧州軍総司令官に任命され、1963年1月に NATO ヨーロッパ連合軍最高司令官にも任命された。 この期間に彼は1963年から64年のキプロス危機や1966年に起こったフランスの NATO の軍事機構からの離脱など困難な事態をリードするよう要求された。レムニッツァーは1969年7月に退役し1975年には報道大統領によって CIA が違法行為を行ったか調査する。 アメリカ国内 CIA 活動委員会の委員に任命された。レムニッツァーは1988年11月12日に死去し、アーリントン国立墓地に埋葬された。彼の妻キャサリントライオン・レムニッツァーは1994年に死去し、彼と一緒の墓に埋葬された。ありがとうございます。